ジュメーラモノレールは、アラブ首長国連邦のドバイにあるモノレールである。中東発のモノレールであり、人工東軍のパームアイランド中にあるパームジュメーラと、対岸のジュメーラ地区を結ぶ 5.245km の路線である。2009年4月30日に開業。ゲートウェイ駅ではドバイトラムに接続する。ドバイメトロレッドラインの駅まで延伸する計画がある。 2006年3月5 4 5 k m の全線で建設工事が開始された。担当したのは日本の丸紅。2008年7月に機場は完成し11月より試験走行に入った。小座式のモノレールで車両は日本の日立製作所。全自動運転となるが非常時のために乗務員が乗車している。レールに相当する PC 桁の製作は、オリエンタル白石である。駅は、開業段階では、アトランティス・ザ・パームの、アトランティス・アクアベンチャー駅と、ゲートウェイ駅の二つだけだったが、2017年7月3日に、ある板ハド公園駅、2019年11月28日には、ナヒールモールの開業に合わせて、ナヒールモール駅が開通した。全部で5駅になる予定。 ゲートウェイ駅は2014年11月に開通したドバイトラムのパームジュメーラ駅から駐車場を通って乗り換えることができる。午前9時から午後10時頃までの間、終日11分間隔で運転されている。ドバイメトロのドバイインターネットシティ駅まで約 2km 延伸する計画がある。ドバイメトロ等のドバイ公共交通機関とは別体系の運賃となっており、 共通 IC カード、ノルカード等は使用できず、各駅で購入する。運賃は2020年9月時点で、ゲートウェイ駅からアトランティスアクアベンチャー駅までは片道20ディルハム、往復30ディルハムとなっている。ありがとうございます。